はい、どうも HITB のヒロです。本格カフェレーサー仕様の僕のバブです。今日は特にこれといったネタもないんで、まあシングルシート、僕のはここにロケットカウル、ジョーカーズのロケットカウルが入ってて、マーシャルのライトカバー、ほんで CBX 用のアンダーカウルついてまして、でビートのアルフィンで HI 缶で、まあショックでしょ、裏コムタンク、ちょっとだけ中サビタンクで、しかしシングルシートの紹介しようと思います。これはセレクトのシングルシートではありません。ライトついてる、セレクトのシングルシートではないんですよね。セレクトタイプらしいです。はい、でセレクトって塗装するときにここの吹き付けがすごい難しいらしくて、もう垂れへんようにいっぱい吹き倒さなあかんらしいですね。まあ、ここの角度がいいんですけど、セレクトタイプの、まあ、テールになってます。まあ黄ばみテールです、これは。でセレクトタイプになってまして、まあ、お値段の方とかもまた調べていただいたら分かると思うんですけども、セレクトタイプ、ディスクロックで、どうやって固定されてるかと申しますと、実はこのシングルシート、実はこれね、ネジ1本です。ネジ1本で止まってるだけです。はい、今日はこのシングルシートを紹介しようと思います。まずシートのこいつ、シート自身はもうこれ、もうタンクのここに挟まってるだけで止まってます。でマジックテープとかも普通すぐ取れるんですよね。はい、まあ、ちょっとオリジナル感が出すぎてますけど、まあまあこんな感じですよ。シングルシートなんてこうはまってるだけです。自分の乗っかった体重で支えてる感じですね。はい、シートはこれで終わり。でネジ1本これだけです。これだけで止まってます。まあ、今日ちょっとね、工具全然持ってきてないんで取れるかどうかわかんないんですけど、まあ、一応動画的にいろんなものが入ってる。取れるは良かった。ここの下に穴が開いてて、見えますかね、この下、これ見えます、このネジ1本で止まってるだけです。よいしょ、帰ってから締めよう、緩めるだけ緩めて。取れる、このネジ1本を急遽思いついた企画なんで何の装備もないです。だからこんなラジペンで外すなんてことある？ちょっと傷ついたけど気にしない。出てまれ。あるか。また。うん。シングルシートはネジ1本なんですよ。普通ね、もっと何箇所もネジ止まってるかと思うでしょ？違うんですよね。大概のシングルシートはネジ1本です。これだけで止まってるだけです。はい、ではオープン、シングルシートオープン、じゃんじゃじゃん、おー危ね、落としそうになった。はい、以上です。僕のバブはネジ1本で止まってます。バブはじゃない、はい、僕のシングルシートはこれね、セレクトタイプらしいんですけど、はい、たったネジ1本でオープンです。はい、以上です。もうすぐ解体すぐ解体、もうパクられたらすぐ解体されるみたいな。はい、すごいね、軽量化でしょうねこれ。はい、こんな感じです。エアクリはノーマルですね、今注文中です。でこれを、まあ普通に乗っけてネジ締めるだけで終わりです。多分ね、ここに穴開けてるんですよね。あ、最初から穴開いてんのか。それを利用して、まあ、タイヤハウスの方から、10番で止めてるだけですね。だから、ここに入れて、どこや、サングラスかけてるか分からへんね。ここにこの長い10番入れて、でこのネジでそこから止めてるだけです。
シングルシートってね、こんなんなんです、うん、まあこれが嫌や言う人は、まあ、シングルシートなんてつけれないでしょうけど、これが当たり前なんで。ペンチどこ行った、ペンチ、ペンチいちいちしまうな俺。あったいちいちしまうの、もうたまらん。まあたったネジ1本でシングルシートってしまってるだけなんでね、純正の外装を全て外しまして、で上からカブして、まあタイヤハウスの方に穴を開ける、で1本でボルトナット1本でこうやって固定されてるだけです。タンクの方はここネジ精出してネジ1本で止まっています。はい、で僕のシングルシートネジ1本です。でこれをシートの座るところね、シートをのここに挟んで以上で、シートが破けへんようにたまたまなんですけど、北子のこのね、こだわった当てを、これを当ててボルトの出てる突き出たところで破けへんようにね、これ入れてるだけです。プカプカです。はいはい、実はプカプカです。楽です。はい、以上です。シングルシートの取り付け綺麗ですね、むちゃくちゃかっこいい。